今回の動画はパイオニアプレイヤー必見、 MO リーグで 20-0 を達成した最強デッキの紹介です。はい、どうもリュウジです。いつもビッグマジックライブの動画をご覧いただきありがとうございます。ぜひ高評価、チャンネル登録、感想のコメントなんかをよろしくお願いします。サンダージャンクションの無法物が発売されてから1週間、前評判通り多くの環境で影響を与えていますね。今回はそんな中でも僕の一押しデッキを紹介します。 X で 20-0 を達成したとポストされていた赤タウィザードです。新セットからは前評判の高かった精鋭射手団の目立ちたがりを採用。一つ前のカルロフ偵察人事件からもサイドボードにシンクの子供事件を採用していますね。デッキはシンプルな赤ターンアグロ、果敢ギミックとウィザードが多いことを生かして魔術師の稲妻を採用しているのがデッキの特徴ですね。以前から存在していたデッキですが、目立ちたがりが入ったことでどう強化されたのか分析してみましょう。まず精鋭射手団の目立ちたがりがウィザードというのが大きなポイントです。魔術師の稲妻を1マナで使用するためのウィザードカウントが8から12になったのは大きな強化です。デッキに4枚増えることによって初手にウィザードが来る確率が 65% から 80% に跳ね上がります。その後のドローのことも考えるとかなり安定して魔術師の稲妻を1マナでプレイすることが可能になりますね。またこのデッキの特徴として精鋭射手団の目立ちたがりがあまり目立たないというのがあります。目立ちたがりはスペルを連打すればデッキで一番打点の高いクリーチャーではあるんですけど、1万のクリーチャーが16枚入っているので目立ちたがりが関係なくゲームに勝つパターンがかなりあります。アタッカーとしての重要性が低いために意表をつけるパターンもあります。他のクリーチャーに軸を使い切ったターンに計画からプレイするなど、うまく相手の狙いをずらしながらゲームを進めていきましょう。実際に僕も2リーグプレイしてみたんですけど、4-1か2回の通算8-2という結果でした。事故で手札を使い切れなかったマッチなんかで負けてしまいましたが、実際にデッキの強さを感じたので、ここからはいくつかピックアップしたゲームを見ながら話していきましょう。はい、じゃあ1つ目のゲーム見ていきましょう。これは後手、メイン1個取った後のサイド戦になります。青白スピリットですね。はい、これワンランドキープだったんですけど、まあ、すごいよく土地を引いたんで、はい、でこれ熊野とどっちを出すかっていうところなんですけど、まあ熊野をね、プレイしなかった理由は、まあ、次のターンも全然クリーチャーをねプレイしていけるので、熊野2章もね別に2ターン目に出してもちゃんと使えるそうだなっていうので、果敢から除去っていうのを展開を考えると、まあこっちから出した方が打点高いかなというところで、基本的に多分かなり優位な相手なんですけど、石の宣告ですね。全く想定してなくって、ちょっとどうしようかなっていうところなんですけど、まあ、まだ全然リカバリ可能なんで、まあ、即走から。まあ、これダメージレースも勝ってるんで、まあ、結構そのクリーチャーの質が近いところがあるんで、まあ、どれを引いてもまあ同じように動けるっていうのは本当にこの赤タンウィザードのね強みかなと思います。ウィザードを引かない時だけ、時に魔術師の稲妻が被ってしまうとか、そういう時はちょっとしんどいんですけどね。呪文トライがね、ちょっと構えられてると、ちょっと鬱陶しいので、ここはそれをずらすために、計画でプレイします。はい。次、この計画からプレイした時に、その呪文トライとかだと、あれですね、ギトゥの溶岩走りをプレイして、そこから、稲妻の、魔術師の稲妻をね、1枚唱えて、まあ、解放できるんで、まあ、相手のクロックもそんなに高くないので、で、手札が1枚ですね。まあ、これはじゃあいけそうだなっていう感じです。はい、計画でプレイ。通るならもう、呪文トライは絶対ないの で、ここで、呪文をプレイして落ちにねスペル2枚目で、ギツの溶岩走りが、速攻を持ちます。でこれが通ったならば、まあ、ほぼ勝ち。多分何が来てももう勝つですね。これは残骸の漂着じゃなければ勝ちの場合もね、まあ、A 頑丈だったんで、まあ、手札の火遊びをプレイして勝ちと。
短いターンでゲームができるのがすごいやっぱこのキーところですね。2枚飛ばされても全然関係なかったんで、はい。じゃあ次のゲームを見ていきましょう。はい、じゃあゲーム見ていきましょう。こっちが固定ですね。はい。ミラーマッチ。おそらくミラーマッチ。ミラーマッチ、まあ、後手は、まあ、基本的に相手のクリーチャーを潰して潰してですね、ちゃんと受けに回る。まあ、1枚カードね、引くカード枚数多いんで、ちゃんと受けに回って、ゲームをしましょう。これは先に、いつ使えるかわからないので、舞台照らしをね、使っておきます。まあ、土地からね、今手札のスペル全部プレイできるんで、まあ、いいかなと。ちょっと土地が多いのはね、気にはなりますが。はい、速走。1枚減らして。で、ダメージレースは全然負けてないですね、これで。まあ、目立ちたがりも結局そのスペルがないと、まあ、1、2飛行速攻なんで、多分。まあ、このデッキはある程度ちゃんとね、スペルを引かないといけないんで、クリーチャーが多すぎるとちょっと、逆に事故みたいな反応には なりますが。はい、舞台照らし。スペルはめくれないですね。はい。で、はい。ああ、除去ってきますね。本当に、火力、まあ、このマッチはもう本当に火力はね、プレイヤーじゃなくて、グリチャーにちゃんと打って、まあ、丁寧にね、除去していくことが大事になります。はい。ダメージレースをね、してます。手札、相手4枚あるんで、まあ、ちょっとね、それがスペルだったら厳しいかなっていう感じなんですけど、さあこの感じ火力がないので、まあ多分耐えてるかな。はい、巨大な怒り上からで、まあ次は勝つぞみたいな意思は見えますね。はい、で、おっ、私の予想これスルーされると全部通るんですよね。全部取ると、勝ちなんですよ。10点あるんで。3-3-2-2で。まあ、一旦殴ってみましょう。まあ、無理だったら無理で、別に、ブロックされたらブロックされたら、許可に借りとね、ウザドラグで、相手のクリーチャー2体減らせるんで、まあ、死にはしないっていう。まあ、計算、まあ、相手もね、これ最悪の事態だけ想定しなかったんですけど、まあ、これ突然して。こっちです。まあ、ぴったりいきましたね。いかがだったでしょうか。相手の計算を狂わせて一気にライフを削り切るパターンもあるのがこのデッキのいいとこですね。今回のリプレイではピックアップしてませんが、単体除去をきちんと合わせられたり、3マナの全体除去でこちらのクリーチャーをまとめて流してくる五色白日なんかは結構苦しいマッチだったので、まあ、クリーチャーを展開する数にも注意しながら相手のライフを狙っていきましょう。有利不利の表を作ることも考えたんですけど、このデッキは相手よりも自分の戦闘が上手いかどうかの方が勝率に影響するデッキだと思っています。このデッキを使ってなかなか勝てないという方は、まあ、友達に自分のプレイを見てもらったり、人の配信とかね、そういうプレイを見て勉強した方がいいかなと思います。デッキの強さは実際に僕が感じたので、まあ、大体のデッキといい勝負ができるかなと思います。それでも難しいという方のために、まあ、ちょっとだけサイドボードの指針を残しておきます。まず1つ目、除去が多くて息切れしそうな相手にはシンクの子供の事件をサイドインしましょう。2つ目、ライフゲインを多用するアマリアコンボのようなデッキには暴れ回るヘロキノンを入れましょう。3つ目、すれ違いのダメージレースをする相手にはマジワトウイの劇場で計算をずらしましょう。このカードは特に相手の攻撃クリーチャーでもコストは減るし、コスト軽減はターン中持続するので、エンド前にプレイするとかもできるので、そこだけはねちゃんと覚えておきましょう。というわけで今回の動画は以上になります。参考になったという方はぜひ高評価チャンネル登録をお願いします。またこういうのが見たいよみたいなのとか、そのご意見とかね、まあ、今回の動画の感想なんかコメントしてもらえるとすごい嬉しいので、まあ、ぜひね、よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。